ですね、今日はもしかしたら NHK のね、ニュースウォッチ9っていう番組にですね、9時から出れるかもしれないということで、よかったらチェックお願いします。それでですね、はい、明日はですね、ワークショップの方を、あとなんて言うんでしたっけ、あれスクリーニングです。スクリーニング&ワークショップをね、やりますんで、来る方は本当にぜひよろしくお願いします。ちょうど逆光になっちゃったな、そこ。ああ、そうか。来る方はぜひよろしくお願いします。あ、いい顔してますね。あ、コンタクトがずれた。とにかくね、はい、その僕らそのまだまだここからまだまだそのなんていうんですか、若輩者なんでね、はいはい、そのこの若輩さがその年配者に向けてそのに動き出してるんで。年配者に向けて動き出してるんですか。はい。あ、そうなんです。そうなんです。いいことだと思います。はい。なんでそのいついかなる時でもその、うん、侍の心を忘れずに。あ、日本人。まあ、そうかといえばそのフェンシングの気持ちも忘れてはいないんで。フェンシングの気持ち、はい、はい、なんでね、やってやります。はい、よろしくお願いします。